はい、どうも。続きいきましたね。はい。ラーミンは手に入れて、とりあえず、今まで行けなかったところを探索しようということで、ここから行きます。はい。城じゃない。神殿的なところか。あ、ここは天下に一番近い竜の女王様のお城です。天界に一番近い竜の女王、あー、なんか覚えがあるようなないような。女王様はご病気なのだ。しかしお命と引き換えに卵を産むおつもりらしい。ダメだ、思い出せない。命と引き換えに卵を産むドラゴン、まあ、竜の女王だからやっぱ竜の子ですよね。おいたわしや女王様はあと幾ばくかのお命とか。そうですか、そりゃちょっとね心配ですね。あんな弱ったお体で卵を産むなんて女王様が心配ですわ。まあ、出産はね、だいぶ体に負担が大きいと。まさかこれが女王なんてことはないよね。まさかね、まさかこれが女王なんて言わないよね。私は竜の女王、神の使いです。あ、まんまドラゴン、まんまドラゴン。あー、そうですか。いや、なんでもないです。いや、いいんですよ。ちょっとびっくりしただけです。もしそなたらに魔王と戦う勇気があるなら光の玉を授けましょう。この光の玉でひとときも早く平和が訪れることを祈ります。 B さんは光の玉を受け取った。光の玉、生まれてる私の赤ちゃんのためにも。はあ、今ここであっさりと。ちょっとサンバさんとか呼ばなくてよかったんかい。急に。 B さんはそっと卵に触ってみた。安らかな寝息が聞こえたような気がした。気がしたんです。光の玉、こんなん昔手に入れたかな。ちょっと覚えてないっすね。特に何もないのかな。小さなメダルチックなものがここにありそう。ほれ見ろバカや。分かってんだよ。ここは天界に一番近い城。もし誠の勇者の称号を得た者がいたならその光の中で天界に導かれるそうですわ。その光の中で、ここの光ってこと？ここの光の中で玉使えってことか。もしかしたら魔王を倒してからかなのかな。ああ、そういえば裏ボス的なものがいるとかいないとか、そんなあったようなないような、どうでしたっけね。はい、とりあえず他に何かあったかな。行けなかった場所、他に行けなかった場所はないかな。もう一通り行ったね。ということは、魔王城かな。多分魔王の城と思われるあそこに前回行ったところかな。
あそこに行くのかな。ちょっとですね、新しくできたね、街のところでちょっと気になった装備がありまして、ライトニングさんまだ入ってんのかな。あれ、また変わってる。牢屋がない。今日のご飯は何にしよっかな。来た。あ、ちょっと待って、今袋に1個入ってるでしょ。あと何枚だったかな。メダルのおじさんところで、あのドラゴンテイルをね欲しいんですけど、あ、なんかこういう花も、すいません、ちょっと今ね外がだいぶうるさかったんですけど、音入っちゃったかもしれないですね、申し訳ないです。車の爆音が、やんちゃなねチャンニーがね乗るような爆音がすごかったんですけど、今、あ、戻ってきてる。では私にこの街を。そうなの、私の代わりにここをお願いしたいのよ。しかしお前ならできる、街のみんな協力する、いてくれた。そうですね、わかりました。私にどこまでできるかわかりませんが、ありがとう、よろしく頼むわね。はい、私はライトさんを尊敬しています。この町は私たちが必ず守っていきますよ。そうか、頼んだ。誰だか知んないけど、 B さん、私はこの町を出ようと思うの。この町にはもう私の力はいらないみたいね。え B さん、私をもう一度あなたの仲間に入れてもらえないかしら。アリア藩のルイダの酒場で待ってるから、もし連れて行ってくれるのなら声をかけて。じゃあまた後にね。もうラスト近いんすよねもうラスト近いんすよ、ライトさん。ちょっとね、酒でもちょっと煽っててください。ね、この天使のローブ、これがちょっと気になっちゃうんすよね。ドラゴンキラーもちょっと悩むね。これ多分ドラゴン特攻でしょう。買っとくか。ドラゴン特攻必要になるでしょう。でこの天使のローム、なんか特殊能力、特殊効果がありそうじゃないですか。なんかね、天使のロームですから、天使ですからね。まあ、防御力変わんないんでね、ちょっと買おっかな。おマムが、おマムがおじいちゃんになっちゃった。あれ？そういうことなの？どういうこと？あれ？魔法使いってもともとこんなんだったっけ？こんなんか。あれ？こんなんでしたっけ？あれ？お前もこんなんでしたっけ？あ、変わんないな。あ、元からこれか。あ、あれ？魔法使いこんなんでしたっけ？お前も。お前もこんなんでした？あ、そうですか。何か変わったかな。よくわかんないな。じゃあとりあえず一回、あ、どうしようかな。ここなんか変わってるかな。なんかここのは取ったと思うんですよ。ここもあったと思うんですけども、取ったはずなんですよ。ないね。じゃあちょっとメダルおじさん
メダル渡してきますか。ドラゴンテイルね、多分ね無知だと思うんですけども、70枚だったかな、何枚だったかな、いけるかな、あと1枚足んないかもしんない、ちょっと心配だな、いけるかな。あと1枚なんてこった、くそー、あと1枚か。どっかにないかな、さっきの神殿にもう1枚ないかな。どこだっけ、あ、遠いね。じゃあちょっと探してきます。はい、神殿まで行ってちょっと探してきて、まああってもなくても多分魔王城だと思われるところからちょっと再開します。はい、ちょっと一旦切ります。はい、すみません、なかったです。はい、ということでここから行きます。ここ怪しいね、あるかな。メダルないかな。ねえかな、メダル。ここは出た、動く石像。稲妻の剣が効くかな、どうかな。天使の道具として使えないかな。イオラで、動く石像に効くか。フィルマージも怖いね。やっぱ効かないか。でもそんなにか、そんなにはちょっと怖いから、エビルマージから先に行こう。あ、でもこの動く石像はあれですね、クリティカルが怖いっすね。オッケー、なかなかちょっと体力多いな、やっぱり経験値も1000超え。またなんか怪しいな。なんだあの階段は。こっちはどこに繋がってんだ。ああそうですか。この道具のね、魔法すごく重要ですよね。あと NP 管理がかなり大変なんでね、ほんと助かるよね、助かりました本当に。やっけつくだからこれ麻痺とかか。惜しいね、もうちょっとで倒せたんじゃない。豚転んで、豚が転んで、なぜか敵にダメージ。あ、ないか、あるかなと思ったんですけどね。じゃあちょっと中入ってみますか。きったー、逃げんなよ。
なはぐれメタル、くそー、はぐれメタルが、あ、あ、いいか、あ、つながってそうに見えてつながってないのか、違うか、ちょっと迷っちゃいそうで怖いんすけども、あ、これはあれかな、トラマダかな、トラマダで、あ、オッケーオッケーオッケー、下に行ってみようか、もう階段が多い、あ、ここは行き止まり、行き止まりね、はい、あ、こういう階段がねいっぱいあるところとかほんと嫌ですよね、怪しいな、怪しいな、怪しいな、怪しいだけだった、宝箱が3つ、小さなメダルないか、ちょっと迷子になっちゃいそうだな、大丈夫かな、何もないか、わお、動く石像3体、これ物理で行った方がいいんかな、ゴリ押しでいけるかな、でも1体1体がね結構体力多いんでね、でもまあ、まあ、救いはそこまでのダメージは受けない、思ってたよりかは受けないですね、そこそこ受けてますけども、もっと食らうかなとは思ってたんですよね、やっぱり結構体力多いな、薬草で回復していこう、余っちゃった、余っちゃった、こういう時のために大量に買っといたんですよね、なんか怪しいな、なんだ、何もないのか、屍か、なんだなんだよ、ビビらせんなよ、死体ですか、やだもう、びっくりさせないでよ、何かと思った、とりあえずこれでドラゴンテールゲットを確実ということですね、 OK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 ガンガン行こうぜ、はい、麻痺ね、安定の麻痺、OK、ここは魔王のところじゃないのか、敵はいるけれども、
ここの隣にね、なんか、祠がね、あったんですけども。悩む。まあ、ちょっと、まあ、ハグルメタルは、あわよくば倒せたら、いいかなぐらいで行こうか。ね、ホロゴーストから行こうか、普通にね。ね、まず逃げるよね。知ってた。え、マジか。聞かないの。ああ、そうですか。やばい。あぶねー。ガンガン行った方がいいか。ですよね。待っててくれるわけないよね、はぐれメタルがね。そうですよね。知ってましたけどもね。残ってくれてたから、待っててくれるのかなって思ったんですけどもね。女性と一緒かな。待たせすぎてもね、女心っていうのは複雑ですからね。エビルマージでいこう。結構いやらしい魔法を使ってくるんで、これは多分麻痺とかだと思うんだよな。うわー、マヒャド。うわー、マジか。やっぱり怖いなこいつ。マヒャド使ってくるか。かとうとうそんな領域まで来てしまいましたか。もう薬草がどんどんなくなっていく。もう装飾系もいいとこですよ。あ、もう座ったー。はい、じゃあちょっとね、こいつ行く前にちょっとドラゴンテール行きます、持ってきます。はい、なんでちょっと一旦またここで切りますね。はい、すいません、ちょっと待ってください。はい、戻ってまいりました。はい、でちょっと探索もしてまいりまして、取り忘れた宝箱もちょっと回収してまいりまして、祈りの指輪、多分これ回復でしょう。はい、多分確率で壊れるというアイテムだと思います。で、あとちょっと装備できないんですけど、魔人の斧と、不幸の兜で、これは呪いがかかってまして、まあ、こう防御力がね5上がって、で勇者 B さんの防御力が5上がって170になるんですけども、まあ、呪いで、まあ運がね0になる、バッドステータスですね、運が0になるという呪いなんですけども、ちょっと0だと多分会心の一撃が出なくなっちゃうんじゃないかなと。確か会心の一撃は運に依存していると思うんで、ちょっとそれだとあれかなと思って、まあ5ぐらいだったらね、ボルテガの兜でいいかなということで、このままにしました。はい、
とりあえず祈りの指輪は B さんが持っているという感じです。はい、そしてドラゴンテールもね、豚に装備させております。じゃあこのプテラノドンみたいなやつね、行きましょうか。ついにここまで来たが B さんよ。この大魔王バラモス様に逆らおうなどと身の程をわきまえぬ者たちじゃな。ここに来たことを悔やむがよい。再び生き返らぬようそなたらの腹渡を食らい尽くしてくれるわ。出たみたいな、増田岡田みたいなね、ワーオみたいな、びっくりしちゃったよ。バラモス腹渡食い散らかしてくれるとか言ったくせに、ワーオみたいなね、出たみたいな、閉店ガラガラみたいな感じですけども、大丈夫ですかあなた。こいつ絶対魔法でしょ。バイキルト B さん、バイキルトやっては一応どうすっかな。これ魔法ピオリムやってぶった攻撃、うわーマジか、マジで魔法、ちょっと待って、やばい、魔法トーン効くのかな。魔封じの杖持ってるんですけどもね、今袋の中なんですよね。ちょっと待って、うわー物理も杖が、ちょっと待て、うわーやべえ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 強え、やべえ、これ完全にこれちょっとレベルが足らないね。これレベルが足りないのかな。これもうダメっすね。ちょっともうこい一回ちょっと、はいはい、ちょっと全く歯が立たないようなので、まあレベル上げして、まあ、転職もしようかな。転職でも今更転職するとまた時間だいぶかかっちゃいますんでね、レベル上げ、ちょっとレベル上げを頑張っていきます。はい、ちょっとしんどいですね。じゃあちょっとお待ちください、レベル上げをしてからまた挑みたいと思います。はい、どうしよう、次の動画にしようかどうかちょっと迷いますね。はい、ちょっとそこのところはまだわかんないんですけども、ちょっとお待ちください。